ピーター・リードは、イングランド・マージー・サイド・フィートン出身の、元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは、守備的ミッドフィールダー。選手としては、守備的ミッドフィールダーとして一時代を築いた。1974年に、ボルトン・ワンダラーズ FC からデビュー。1982年には、エバートン FC に移籍し、選手生活で最も輝かしい期間を過ごした。 国内外でいくつものタイトルを獲得し、1985年には PF 年間最優秀選手賞を受賞した。この年には初めてイングランド代表に招集され、1986FIFA ワールドカップと UEFA 欧州選手権1988に出場した。イングランド代表では通算13試合に出場している。 1989年には短期間だが、クイーンズパークレンジャーズに在籍し、同年末にはマンチェスターシティ FC に移籍し、選手兼任監督として二度の5位に導いた。マンチェスターシー退団後には、選手復帰を説得され、短期間だが、サウサンプトン FC、ノッツカウンティ FC、バリー FC でプレーした。百九十五年には、完全に選手経歴を知りき、 サンダーランド AFC の監督に就任。二度のプレミアリーグ昇格を果たし、プレミアリーグでは二度7位となった。2002年にはサンダーランド監督を退任し、リーズユナイテッド AFC をフットボールリーグチャンピオンシップ降格から救った。2004年にコベントリーシティ FC 監督に就任したが、在任期間は1年に満たなかった。 2008年から2009年にはタイ代表監督を務め、2009から10シーズンにはストークシティ FC でアシスタントコーチを務めた。2010から2011シーズンにはプリマス・アーガイル FC の監督を務めた。クラブ1974年、セカンドディビジョンのボルトン・ワンダラーズ FC とプロ契約を交わした。1977から78シーズンには、 セカンドリビジョンで優勝して初タイトルを獲得し、ファーストリビジョン昇格を果たした。リード自身は当時のイングランドで最高の中盤のタレントという名声を得たが、ボルトンは1979-80シーズン終了後にセカンドリビジョン降格となった。1982年、ファーストリビジョンのエバートン FC に移籍した。度重なる。 負傷の影響で遺跡金は6万ポンドに抑えられ、わずか12ヶ月前には史上最高額の遺跡金が取り沙汰されていたことを考えれば安価だった。1983から84シーズンには FA カップ、1984から85シーズンにはファーストディビジョンと UEFA カップウィーナーズカップ、1986から87シーズンには ファーストディビジョンで優勝し、FA チャリティシールドでは、計4回優勝した。1984から85シーズンには、PF 年間最優秀選手賞に選出され、1985年の、ワールドサッカー史選定世界最優秀選手賞では、ミシェル・プラティニ、プレーベン・エルケア・ラルセン、ディエゴ・マラドーナに次ぐ、第4位にランクインした。 1986から87シーズンの FA カップでは決勝に進出したが、マンチェスターユナイテッド FC に敗れて、準優勝に終わった。この試合で、リードに無鉄砲なタックルを仕掛けた、ケビン・モーランは FA カップ決勝史上初の退場処分を受けている。エバートンでは167試合に出場し、2006年にはエバートン・ジャイアントに選出されている。 1989年にはフリートランスファーでクイーンズパークレンジャーズ FC に移籍したが1シーズンプレーしただけで退団した。代表イングランド代表としては13試合に出場している。1985年に代表デビューし、1986年にはメキシコで開催された 1986FIFA ワールドカップに出場した。イングランドは グループリーグを2位で通過し、リードは準々決勝のアルゼンチン代表戦にも先発出場したが、この試合の後半には、ディエゴ・マラドーナが、神の手、ゴールと、5人抜き、ゴールを決め、リード自身はマラドーナに2番目に抜かれた選手となった。イングランドは、ゲイリー・リネカーが1点を返したものの、1から2で敗れて大会からの敗退が決まった。1988年には、 UEFA 欧州選手権1988に出場した。ソビエト連邦代表、オランダ代表、アイルランド共和国代表と同組となり、マンチェスターシティ1990年11月7日、エバートン FC に旅立ったハワード・ケンドール監督の後任として、マンチェスターシティ FC の暫定監督に就任。11月15日には選手権人監督として、 正式な監督に就任した。1990から91シーズンのマンチェスター C は5位となり、ライバルのマンチェスターユナイテッド FC の上に立った。1991から92シーズンも再び5位につけた。1991年夏にはキースカールを、1992年夏にはデリー・フェランを、それぞれ250万ポンドで獲得し、共に、 チームの主力に育て上げている。コリン・ヘンドリーを売却して、マイケル・ボンクを獲得し、1991年12月には、クライブ・アレンも放出した。1992年には、プレミアリーグが創設されたが、初年度の1992から93シーズンは、ますます過去の異物になりかけた、ロングボール戦術が機能せず、9位に順位を落とした。 1993から94シーズンは序盤から低迷し、1993年8月26日に解任された。サウサンプトン1993年10月、イアン・ブランフット監督に説得され、専任人の選手としてサウサンプトン FC に移籍した。しかし、クラブは危機の真っ只中にあり、セインツのファンは開幕急戦で8敗を喫した。 ブランフットの解任を叫んだ。8試合にしか出場していないが、リードは重要な貢献を果たし、チームに狡猾さや安定性をもたらした。10月24日の入ッするユナイテッド FC 戦では、マットルティシエの2得点で勝利するなど、クラブをいくつかの重要な勝利に導いた。セインツでの最終戦は1993年12月28日のチェルシー FC 戦であり、 3から1で勝利を飾った。この数日後、ノリジシティ FC にホームで敗れると、ブランフットが解任され、リードは監督就任を強く要請された。その後は、ノッツカウンティ FC やバリー FC で短期間プレーし、現役引退を発表した。サンダーランド1995年3月、ファーストディビジョン残留を争っていた、サンダーランド AFC の監督に就任した。 1994から95シーズンは20位で残留を果たすと、1995から96シーズンは勝ち点83を獲得して優勝し、プレミアリーグ昇格を決めた。1996年、シンプリーレトホワイトというサンダーランドのサポーターグループは、モンキーズのデイドリームビリーバーの替え歌として、チアーアップピーターリードという曲を制作して、 人気を博した。1996から97シーズンは、勝ち点3差に7クラブがひしめき合う熾烈な残留争いとなったが、最終節のウィンブルドン FC 戦に敗れ、18位でファーストディビジョン降格となった。1997から98シーズンは、スタジアム・オブ・ライト移転初年度だったが、2位のミドルズ・ブラ FC と勝ち点1差の3位で自動昇格を逃し、 ウェンブリーで行われた昇格プレイオフ決勝では、チャールトンアスレティック FC と4から4で引き分けた。勝負の行方は、PK 戦に持ち込まれたが、7から6で敗れて、昇格を逃した。1998から99シーズンのサンダーランドは昇格プレイオフ敗退から立ち直り、リーグ記録の勝ち点105を獲得して、ファーストディビジョン優勝とプレミアリーグ昇格を決めた。 1999から2000シーズンのサンダーランドは欧州カップ戦出場権を争い7位で惜しくも出場権を逃したこのシーズンのサンダーランドはプレミアリーグ昇格初年度としては最も良い順位を記録したクラブの一つであるストライカーのケビン・フィリップスは30得点を挙げてリーグ得点王となりヨーロッパゴールデン州も獲得したこのシーズン中には短期間ながら U-21 イングランド代表監督も兼任した。2000から01シーズンのリーグ戦では一時期2位につけ UEFA チャンピオンズリーグ出場権を争ったがシーズン終盤戦に調子を落として7位に終わった。2001から02シーズンには38試合で28得点しか上げられず17位でかろうじて降格を回避した。 クラブ史上最高額の675万ポンドをレンジャーズ FC に支払い、ノルウェージンストライカーのトーレ・アンドレ・フローを獲得したが、フローは活躍できずに終わった。2002年10月、約8年観識したサンダーランドの監督の座を離れた。リード退任後、2002から03シーズンのサンダーランドは勝ち点19しか獲得できず、 再位でチャンピオンシップ降格となっている。リーズとコベントリーしばらくの間仕事から離れていたが2003年3月テリー・ベナブルズ監督が辞任したリーズ・ユナイテッド・ AFC の暫定監督に就任した。リーズは過去もシーズンの遺跡市場で1億ポンドもの大金を投じたが一つのトロフィーも獲得できず8000万ポンドの負債を抱えていた。 アウェーでのチャールトン戦で6から1と解消するなど、リードのリーズは低迷からの脱却を予感させ、アウェーでのアーセナル FC 戦には3から2で勝利し、アーセナルを優勝争いから引きずり下ろした。リーズは順位を維持し、リードは暫定監督から正式な監督に昇格した。リーズの財政状況は依然として厳しく、ハリー,キューウェルなど主力選手の放出を余儀なくされたが、 大役は国外から獲得した安価な選手であり、彼らはチームに溶け込めずに終わった。2003年11月には昇格組のポーツマス FC に1の6と大敗し、リードは解任された。リーズは2003から04シーズン終了後にチャンピオンシップ降格となり、リードが獲得した選手の多くがチームを離れた。2004年、リードの下で、 アシスタントコーチを務めたケビン・ブラックウェールが監督に就任した。2004年5月、プレミアリーグ昇格を狙うファーストディビジョンのコベントリーシティ FC 監督に就任した。しかし、ハイフィールドロードでの再配期間は8ヶ月に終わり、20位と低迷していた2005年1月6日に退任した。2006年後半には、 新しくサンダーランドのチェアマンに就任したナイアル・クイーンの下でフットボールディレクターに就任するのではないかという噂が流れた。クイーンはマンチェスターシート・サンダーランドでリードの指導を受けていた。タイ代表2006フィーファワールドカップの際には BBC で解説者を務め、またスカイスポーツや ESPN でも働いた。 4年近く指導者の仕事から離れていたが、2008年9月、年初から噂されていたタイ代表の監督に就任。2014FIFA ワールドカップアジア予選での指揮を念頭に置いて4年契約を結んだ。タイのサッカーについて多くを知っていないことを認め、代表選手を名前ではなく背番号で呼んだ。リードは選手の能力に驚いており、 プレミアリーグでは学べなかったことを学んでいるところだ。この仕事は良い経験だ。ここには私の好きな純粋なフットボールがあると述べた。初仕事はベトナムで開催された VFF カップであり、ホスト国のベトナム、北朝鮮、タイの参加国が総当たり方式で対戦した。タイは初戦で北朝鮮を破り、次戦でベトナムに引き分けて優勝を飾った。 2009年9月9日、タイサッカー協会はリードがタイ代表監督の職を離れることを発表した。わずか1年式を取っただけであり、契約は双方合意の上で解除された。ストークとプリマス2009年9月10日にタイ代表の職を離れ、ストークシティ FC と契約を結んで、トニーピューリース監督のアシスタントコーチを務めた。 2009から10シーズンは11位でシーズンを終えた。2010年6月24日、フットボールリーグチャンピオンシップからリーグ1に降格した、プリマス・アーガイル FC の第34代監督に就任した。2010から11シーズンは23位でリーグ2に降格した。2011年9月18日、クラブを離れることが発表された。 コルカタ・カメリアンズ2012年のシーズン開幕前に行われた監督オークションで12万8000ポンドの値が付けられ、インドのベンガルプレミアリーグサッカー、コルカタ・カメリアンズの監督に就任。このリーグは2012年に始まったユニークなサッカーリーグであり、監督や選手の一部をオークションで選ぶ形式が採用された。監督としてはフェルナンド・コートやジョン・バーンズ、 選手としては、エルナン・クレスポ、ファビオ・カンナバーロ、ロビー・ファウラー、ロベール・ピレス、JJ ・オコチャ、フアン・パブロ・ソリンなどが参加した。ムンバイシティ FC2014 年9月4日、ムンバイシティ FC の監督に就任した。ありがとうございます。